ね。はい、全部で7匹ですね。こちらで7匹分のお魚券ご購入お願いします。すごい、わあ、それ嬉しい、ね、すごい。わ、もう即洗って、わあ、すごい。こんな新鮮なことない。命をいただいて我々は生きているんです。そうやな。あ今さ、ギフトコマンドが入ってますよ。あーあちょっと、あっという間に花の、あっさりと、そうだね。我々が違うけど、感謝していただこうな、うみんなな、はい、確かにね、あのお子さんとか連れてきたらすごくいい ね、そうだね、食育になります。うん、そうや、ありがたく感謝していただこう。すごい、もう投入ですね。うわー、いい音。これはうまいじゃんよ、絶対。やば、贅沢。いや、贅沢だよね。めちゃくちゃいいよ。釣りも体験できて、魚も食べられて、そう、釣り竿も入れても1100円でしょ。これ 2700円だから全部で、うん、そう考えるとね、ね、燃料費があるから。なんか今お刺身とか食べれるよ、こっちのすごい贅沢な気がしてきた。うん、しかもさ、うん、当たり前だけど揚げたて食べられるんです、うん、すごい、すごい。油が跳ねるから気をつけてねってカッパに言われてるよ。なんでカッパなの？わからない。まもなく今我々が釣ったお魚がスタートしています、はい、すごいですね、めちゃくちゃいい匂いがしてるんで、ね、では早速見に行ってみましょう。テレビ番組みたい、はいはい、こちらですね、今まさに私たちが釣った魚がなんと打ち上げられましたね。打ち上げられました。打ち上げなんだ上げられましたね。上がりましたね。上げ上がりましたね。上がりました。大量です。でかい。彼ら2匹釣ったの。私2匹釣ったな。ちっちゃいの。罰ゲームみたいな。釣った分だけ。釣っちゃったみたいな感じ。今釣っちゃったみたいな。いただきます。いただきます。どうじゃ。あ、めっちゃうまい。うまい。あー、これ、うん、これめちゃくちゃうまいわ。すごい、これ、うん、うちなどの連射してます。うん、軽く踊ってる。軽く踊ってる。うん、うまいな。え、おいしい。すごいね、身がすごいホクホクするね、もうね、味付けなくても全然おいしい。あ、うまっ、うん、うまっ、めちゃくちゃ美味しいですよね、うん、え、本当しっとり、うまっ、本当になんか身が柔らかいの、うん、ポリポリしてる、うん、なんかそのかしっかり揚げてくれてるか、カリカリふわふわみたいな感じがする。すごいカリフラワー。え、すごくない？カリフラワーじゃないよ。早くね、ちょっと今早く早っ。ごめん、そっち正解。あ、尻尾うまカリカリ。尻尾うまい。尻尾素敵な感じ。うん、うまい。私もそこまで積極的に魚食べないんですよ、うん、刺身とか食べるんですけど、焼き魚あんま食べなくて、うん、めちゃくちゃうまいっすね。うまいよね、うん、これは全然食べる。うまい。私のお腹が無限だったらおかわりしちゃう。してるな。無限じゃないんです、残念ながら。半分いる。誰か食べな、出るんだろ。そう、半分食べて、言おうか悩んだんですけど、うん、私の自分のキャパを考えるべきだと思います。なるほど。私2匹釣ったっけ。うん、私2匹釣ったっけ。あれ、うん、気づくの。だから
から桃井なんで1匹あげたんだろうなと思ったんです。いつの間に？ハーフハーフなってて最初から乗ってた、ミサコ用が残ってた。ミサコ用って別にない、うん、私なんかあのおかわりするように置いといたの、うん、ミサコ持って食べてたから、うん、ミサコ2個食べる、まあ1個あるあるある。いや別にそんな食べかけばいいんです。お刺しでしかも半分以上食ってるしかも何も食べてない。いいよ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 じゃねえ、ごめんごめんだろうってこれ。いいよいいよじゃねえ、ごめんごめん勘違いしてただろうか。お前話とっちらかってんの。鳥だって。しかも鳥だ2回目じゃねえよ。鳥取ったの最初に言いましたよ。鳥だいるけど、いるけど今の桃井の話どこ行ったの。しかも水族館の入り口でもあの鳥だって鳥だって言ったの。鳥知ってんの。どんだけあの鳥に反応するのか聞きたいと思う。こんなになんかみんなで集中すると思わなかった。なんか意外と広かったのと、そうなんかこう、レパートリーというか、あれが豊富だったのかね。なんかあのアザラシが時間を奪ったね。アザラシが、ナイス可愛かったんだもん。夢中になっちゃうあれ。アザラシの動物飼いたかったもんね、今ちょっとね。いや、あいつやばかったね。違う、ヒュンってあったの顔ですよね。そう、なんかもう、仏みたいな顔して。動物でいても確かに。